ございます。今6時半ぐらいなんですけど、本当は6時前に起きる予定にしてて、二度寝しちゃって6時半になりました。今日も朝活を頑張ろうと思います。月曜日にあるプレゼンの準備をしてたんですけど、とちょっと今日金曜日で動画をアップする日なので、先にこっちを終わらせようと思います。これはまた後でやろうと思います。Hasn't watched Squid Game. The South Korean Netflix show has taken the world by storm, with even Netflix calling it possibly the biggest show ever. なんか火の大きさ違うくない？もう一回待っててください。あ、一緒か。イワンチュマレ？なんて？イワンチュマレ。どういう意味？さっき言ったやん。今日は今からプレゼンの喋る練習をやります。クラスの中で私がトップバッターになってたので、めっちゃ緊張するんですけど頑張ります。で、あと今日1時の締め切りの課題レポートをやってなかったので、それも急いで終わらせます。私はうどんが大好きなんで、いつも冷蔵庫に冷凍うどんが入ってます。Is the skeleton process means like a method of priority, I guess. It can be a large item within company.
今さっきプレゼンの授業が終わりました。話し始めた時めっちゃ緊張して頭が真っ白だったんですけど、最後の方は結構楽しくプレゼンできました。2週間ぐらい準備してきて頑張ったプレゼンなので、それが終わってめっちゃホッとしてます。最近ネットフリーのトップガをイカゲームのやつにしました。これかわいい。おばあちゃんから仕送りが届いたので開けてみようと思います。お米とさつまいもいっぱいとりんごと柿とグレープフルーツと大量のじゃがいもとお菓子が入ってました。21歳になりました。インスタグラムの DM 見たら皆さんがすごいお祝いしてくれてて本当にありがとうございます。そもそもなんかまず私なんかの誕生日を覚えてくれてるっていうこと自体がすごく嬉しかったです。だから多分人生の中で誕生日をそんなに気にしなくなる地点に私今到達したと思うんですよ。10代の時とかは結構1年の中で大事なイベントだったと思うんですけど、なんか誕生日か、あ、年取ったな、ただの平日みたいな感じ今日の朝思いました。メッセージとかストーリーとかでなんか私のただの平日を素敵な誕生日にしてくださって本当にありがとうございます。今日今から病院皮膚科アトピーの皮膚科に行かないといけないのと、なので今から病院に行く準備をします。今社交が終わって夜の5時半ぐらいです。今からお家に帰ります。今日は第2段階の学科の授業だったんですけど、もう眠すぎて目は開いてるけど頭は寝てるみたいな感じだったから一つも内容覚えてないです。すごい。そうですよ。今夜のもう6時半ぐらいなんですけど、今予防接種が終わってお家に帰っているところです。ワクチンが高すぎてなんか今月だけでももう5万円ぐらい予防接種にお金使ってます。でもめっちゃ高い。やばい。チャムケラーメン、ごま、これはファンの方がくれた韓国海苔です。おはようございます。今は朝の10時半ぐらいです。
今日は授業が今から一つあるんですけど、でも11時から打ち合わせがあるので、こっちこれで授業を受けて、そのパソコンの方で打ち合わせに出ようと思います。朝ごはんはオレンジジュースと、ファンの方にもらったマロンスコーンも食べます。今日は今から図書館、大学の図書館に行って友達と一緒に勉強します。で、あと多分晩ご飯を食べて帰ってくると思います。今日は外が結構寒いので、アウターを着ていこうと思います。中がモコモコになってるやつ、こうやって見たら明るいけど、なんでやろ、3回生なのに。これが一番美味しいんです。これが一番美味しい。チンゲン菜入っとるから。これはエビのすり身とエビの春巻きと大好きなチンゲン菜のラーメンとパパオライス、エビと鶏肉のサラダです。ではいただきます。おめでとうございます。ありがとうございます。Yes, every time the snow is falling down, and it is cold.